一本の枝をさ、切ったらさ、そこから、あの切り口からさ、日本に分かれたりするでしょ。出る出る。枝はさ、根っこもそうなの。あ、根っこは切ったらさ、これどっかにねえかな。こうやってね、とにかくこれ、こうやって横からいっぱい出るのさ。だから切らなかったらこれがただ長くなるだけ。こうやって。そしたらさ、これこういう風になっちゃうの、切らないと。そうすると。この次に植え替える時にね、ここをまた切るでしょ、そうするとこっちの根、ね、捨てちゃうわけだから。あ、なるほどね。だけどそんなこと言ったらダメな、やっぱり切らなきゃダメなの、そうやってだんだん詰めていくとこの辺で小さいいい根がガチッとできるわけだから。あ、なるほどね。本当に働く根が、こんなのさ、こうやってやってね、それは先っぽだけだもんね。ただ、ここだけ働いてね、鉢の中にただトングルも開かしたってさ、でっかい鉢だったらいいけど、小さい鉢に入れられないでしょ、でこういうのを極力こうやって触りながら、これ無意識でいいんですよ。こうやって出てきたらみんなとにかくね、とにかく出てきたら取っちゃうと、こうやって触って、いっぺんにやるわけでないから、上からとたんびにこうやっていくからね、徐々にやっていくんですよ。いっぺんにやっちゃうとね、まるこれ根っこなくなっちゃうもんね。なくなるしね、この心拍の場合はね、全部スギっぱになっちゃったりする。ああ、なるほどね。これなかなかね、あの山で丈夫な木だけどデリケートなとこはね、この上までしとけばこれ入ったでしょ。やっぱりその木のサイズに合った適正な大きさの鉢ってあるの。いや、なるべく小さい方がいいよ。あ、そうなの。その結局大きくしてとにかく元気つけるんだら別だけど、小さいね、小鉢にするんだったらさ、なるべく小っちゃい方がね、後々鉢に入れるのも楽でしょ。これ植え替えるたびに大きいとこをこうやって切ってるからね、この近くに小さいのができるわけですよ。切らないとこれがこんなになって、この先に細いのあるから、小さく植えていくことできないんだけどね。なるほどね。植えるたびにこう太いのどんどん切っていくと、小鉢に植えることできるでしょ。で一応ね、こっちは正面にしてあるんですよ、こういう粘りでね、でこれちょっとこの根が嫌なんだよね。取りましょう。こういう感じでね、こうやって、とにかくこの下にね、水がスーッと来ないと全体に行かないわけさ。ここに入ったらスーッと抜けるようなことはないんだわ。まず水こう行くから、上から水やったらね、その後中に入るでしょ。だからね、まず真ん中に入っておけばね、まず心配ないんだよね。根詰まりなんてそう起きない。これやらないとね、もう何年にいっぺんすぐ植え替えなきゃなんなくなったりする。でちょっとこうある程度ね、あの入りやすい、初めて見る人はね、根ブツブツ切るからねびっくりするんだけどね、この元気のいい木は特にそうだけど、根はもう切れば切るほど元気なんだよ、根は。でね、あんまりこんなぐずぐずやるよりもね、こういうのはさ、あの傷はね、もうザクザクの切り傷は複雑骨折と同じだからね、あんまりねザクザクの傷つけるよっか、こういうものでこんなことやるよりも、ハサミでねパチッと切った方がね、彼らね傷がね、あのあれ傷があれ治るのが早いんです、だって切り口が少ないでしょ、面積、引っかいたら傷だらけでしょ、面積、だから治りづらいでしょ、それよっかスカッと切ったら、傷口が小さいから、あれだよ、早く治るよ。それは間違いないわ。ちょっと太いとこ切ります。太い根を切ります。下にまっすぐ行ってる根を切ります。
地図だらけの根も切ります。でこの古臭いやつはこれ枯れてます。あそう、うん、生きてるのはみんなこういう色してる。枯れてるのは黒くて、これは生きてる。枯れてるのは、まあ、あんまり枯れてはいないけど、みんな先の方はね生きてくる、生きてるけど、まあまあそこそこ残してごついやつだけきっとちょっと根に当たるやつ。これ鉢深かったからね、うん、これ根がね、これ何年も経ってるうちに上から土が落ちて、うん、そしてねもっと深い鉢に入ってたのかな、うん、で根が落ちちゃったわけ。根が飛び出てる。飛び出ちゃってんだよ。これね、うん、これは根上がりって言わないんだよ、こういうのね、うんうん、たまたま根が出ただけっていうんでね、その脇から細い根いっぱい出てるよ。いやこれは土の中入ってたんだよね、うん、だけど鉢をね小さくするとこんなになってね、うん、一応この根はね、うん、下でもってしっかり働いてるんでね、うん、こうやって置くけどは、うん、普通はねこういうのは土の中に入ってる方がね、うん、本当は木のためにいいのさ、うん、土に入ってる方がこの根はね元気よくなるの。根は根だからね、うん、これを表に出しておくとね、うん、なかなか下の根は生えづらいんだよ。結局ここに空気当たって乾燥するでしょ、うん、やっぱり無理やり根っこ出すのはねやっぱり下の根が出づらいことになるわけ、うんうん、どうしても根出したい場合はもう意識して埋めといて、うん、そして下の根はね元気よくなるでしょ、うん、いっぱい、うん、それを確かめながらこう落としていくんだ、うん、それともこういう筒にね、うん、長い筒に植えて、うん、それ何年も置かなきゃならないけど、うん、その筒の中に根がぐーっと入るでしょ、うん、そしたらその筒破って、うん、そしてその土を落として、うん、そして根を見せるっていう方法ね、うん、それでもやっぱり下はねしっかりした根でないと、うん、そういうことできないのね、うん、でこれはねたまたまこれ根っこね、うん、意識してやったわけじゃないんだけどね、うん、これはこっちの根がねこれなくてもいいんだけど、うん、なんか混んだ時ここまで埋めてもいいんだよ ね、うん、そうだね。で今ねこういうふうにしてますけどね、これはちょっと手さえ悪いとここに苔張ったり、うん、土を持ってきてちょっとかわいそうだからさね、うん、これ美的感覚ないんだわこの根上がりは、うん、この細い根っこいっぱい出てるでしょ、飛び出てるでしょ。あいっぱい出てるよ。こういうのもいいの。いやこれはね出したらダメ、むしろね、うん、こういうのはね今手前でやってないけど、うん、土の中にねこうやってやるより中にね、うん、土の中で端ハサミ入れてこうやってね、うん、外へ出したらダメなのこれ。あそうなの。切った方がいいの、そのひげみたいな。こうみんな見せないの外に、うん、それ土で埋めるか、うん、どっちかにしないとこれは枯れちゃうよ。それ枯れるだけでいいの。あこれだけで枯れるだけだったら外に置いといてもいいんだよ、ね、置いといてもいいの。だけど切った方が根は出やすい、うん、ただ切って土の中埋めるんだよ、うん、そしたらそこからまた新しい根が出るから、うん、本当は面倒だけどね切るだけにしてるけど、うん、本当は土をもっと取って、うん、きれいに切って、うん、揃えてもう一回土を入れて見えなくしちゃうのが正解だけど、ね、うん、そんなのね手間面倒くさいんで、うん、パッパッパッと切ってそれでこうやって押さえてやってるけど、うん、本当はねもっと土を入れる前にきれいに取って、うん、そして切り口が見えないようにもう一回上土を入れて植えるわけ。なんしてこう飛び出てる根はダメなの。だってね切り口がみんな空気に当たってるでしょ、うん、そのねこういう木でもね、うん、切ったところに溶合剤塗ったりするでしょ、うんうん、あれ全部水分蒸発するんだから、うんうん、根だって同じさ、うん、だから切ったとこからみんな水分蒸発していくから、うんうん、特に根はね、うん、もう水っぽい中にいたんだから。そうだね、水を吸うための、うん、水を吸うために土の中にたっぷりね、うん、水を吸うために水っぽい根がいっぱいあったわけでしょ、うん、
それを切ってたらさ、そこから水がスーッと逃げていくの、うんうん、だからそれを防ぐためにまた土を入れてこういうふうに見えなくしておくのが正解なんだ。うん、これこうやってね、さっき切り口見えなくなったでしょ、うん、こうやっておくの。そうするとね、うん、木は安心して新しい根を出そうとするわけさ。ちょっとした手間なんだけどね、うん、分かっててもね、まあ、この木はこれでもって大丈夫だと思ってるからね。普通に埋まってる根っこより、うん、外に出てる方が一回枯れて、うん、まだ復活するまでに時間かかるから、うん、そうだそう、働きが遅いと。働きが遅い、うん、こんなこういうね、うん、こういうふうに切ってるでしょ、うん、これはねまた出てくるけどね、うん、根はね空気にポンとさらしたらね、うん、そっからスッと枯れるの、うん、土の中に埋めればそっからすぐ根出る、うんうんうん、これより早いよ、うん、あのね土の中の根出るのはね、うん、ちょっと1年暖かい時だったらね、うん、10日で出てくる、うんうん、新しい根が葉っぱ切ったらね、うん、10日でも出てこないよ。根っこがこう上に出てて枯れるっていうことは上の葉っぱも出ないっていうことかい。うん、もちろんそれはもう 根からどん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 栄養を送ってんだからね。なるほどね。出ないんじゃなくて、うん、遅くなっ、なん、うん、根が枯れるのもこう 根が成長するまで時間かかるから、うん、葉っぱも時間かかると、うん、そういうこと。なるほど。だからねやっぱり根なんかこうやってね、うん、切ったらちゃんとちゃんと手当てしてね、うん、土の中にちっと入れて、うん、いつもじわっと締まりけないと、うん、木はやっぱりね、うん、ちょっと一服してね、うん、回復するのに時間かかるよ。なるほどね。根が一番大事なんだからさ、うん、その根をわざわざこうやって出すなんたらね、うん、残酷なことしてるんだわ、うん、人間は。だからそれで枯らさないためには、うん、もう時間かけてやらないと根上がりはできないわけさ、うん、だからかっこいいけど根上がりって時間かかってんだよ、ものすごくあれ。なるほどね、うん。